荷物扱いの様子チッキとは、陸、海の運輸業者による、託送種荷物のうち、鉄道による手荷物輸送、またはその手荷物、もしくはその預かり証のことである。手荷物の預かり証を示す英語のチェックからチッ息と呼ぶ。同様の意味を持つチケットが生まって、チッキと呼ばれた、という説もある。この項では、便宜的に託送種荷物全般についても記述する。チッ息は、 本来、蒸気のように、て小荷物輸送のうち、手荷物や、その輸送を意味するが、鉄道荷物輸送が広く行われていた当時、一般の用語法として必ずしも、手荷物と、小荷物を厳格に区別せず、比較的曖昧に、で、小荷物、または、その輸送を指す形で用いられる傾向が少なからず、あった。以下はこの用語法に基づく形で記述する。 国鉄時代の小荷物切符 JR の前身である日本国有鉄道で最寄り駅で受け発送の手続きをしていた鉄道小荷物や宅送種荷物または鉄道小荷物の受発送を指した蒸気の語源に示されるように乗客の手荷物の宅送に期限を有する鉄道の発達とともに乗客とは関係なく輸送される小荷物の取り扱いもなされるようになり 次第に、こちらの方が比重を増し、小口の荷物や、要求送品、新聞や、週刊誌等の輸送手段として定着していった。荷物専用列車の時刻は一時期、市販の旅客用時刻表にも時刻が掲載されていた。明治時代から、長年、郵便小包みと共に、小口荷物輸送の一翼を担っていたが、1970年代に、 入ると国鉄と労働組合との関係が悪化、激しい労働葬儀が頻発した。これが荷主からの信頼を失う結果となる。1976年に大和運輸が宅急便の名称で宅配便サービスを開始したことや新聞輸送のトラック輸送への転換や全国市の現地印刷開始により取り扱い個数が減少に転じた。 これに対抗するため1982年には集配サービスを付加した宅配鉄道便給を開始し、1985年にはさらに取り次ぎ店での荷物引き受けサービスを加えた光宅配便の取扱いを開始したものの長楽に歯止めはかからず、1986年に鉄道小荷物サービスが廃止された。この後、駅構内で旅客の手荷物を車周りまで運ぶ。 独特の服装の赤棒も姿を消した。一方、1981年8月から新幹線で荷物を輸送するレール号サービスも東京から新大阪、大阪で開始され、11月25日から東京、博多に延長、1986年からはこれに周廃サービスを付加した光直行便も開始された。なお、東海道、 山陽新幹線利用のレール号サービスは2006年3月のダイヤ改正で廃止されたが2003年5月に光直行便と同様のサービスを始めた性能運輸のカンガルー超特急便は2009年8月までサービスを継続していた四国旅客鉄道管内では関連会社の四鉄運輸により特急列車を利用した小荷物輸送サービスが提供されている 鉄道小荷物については、客車便という呼び方もあった。客車の一種である荷物車を使用し、旅客列車扱いのダイヤで運行されることに着目した故障で、貨物列車に比較して高速であり、所定ダイヤで運行されるため輸送日数にも確実性があることを意味するものであった。ヤード輸送方式時代の貨物列車は、貨車の集結状況によって、 どの列車に蘇生されるかが不確実であり、輸送日数が不安定なのが大きな欠点であった。はやぶさ駅に再現されたて、小荷物貨物取扱所鉄道に札、で、小荷物と一括りに表現されることも多いが、託送手荷物と、小荷物とでは当然ながら相違があった。託送手荷物は、旅客が鉄道や船舶などの交通機関を利用する際に、駅から駅、 または、港から、港の区間で旅客の手に余る重さ、傘の手荷物等を、駅や港の窓口で受付して、輸送会社が預かる。小荷物との違いは、乗車券が必要であり、自宅などへの配達が可能であった。この時に手荷物の引換券が渡される。小荷物について、当時の国鉄の営業規則では次のようになっていた。いずれも1980年当時のものである。 左側の窓がて、小荷物、受付窓口だった鉄道小荷物輸送は、旧国鉄だけでなく、地方や大都市圏の一部の私鉄でも行われていた。また、旧東京地下鉄道でも、昭和初期に旧国鉄との連絡運輸を開始したのを機に、実機の取り扱いを開始したが、約10年間に発送が3個、到着が5個という状態だったため、 1950年に、蓄気扱いは廃止された。2016年現在、島根県の市畑電車で、手荷物、小荷物制度が存続しているほか、近畿日本鉄道、南海電気鉄道を除く関西の大手手鉄では、利用頻度は高くないものの新聞の原稿について、託送制度が存在している。昭和初期から戦前まで使用された。 職員用の小荷物運賃標準量や輸送距離により変動するが、1959年当時は運送距離の落ちこちに関わらず115円で配達をしてもらう場合は30円加算された。また、発送駅から到着駅までの運賃は旅客同様最短距離によるが、私鉄駅からの発送の場合は、私鉄線の運賃も加算された。 日本の鉄道からは託送種荷物は姿を消したが、航空機や高速バス、離島航路においては、乗客の手荷物を預かって輸送するサービスが常識となっている。性格は託送種荷物そのものである。いずれも客室が狭いことや、保安上の理由によるものであるが、ターミナルで荷物を持って移動する負担が減ると、乗客にもそれなりの利便性がある。 九州地方のいくつかの大手バス事業者では、九州産業交通がかつて一般路線バスによる小荷物輸送を行っていたほか、都市間バスによる九州内での小荷物輸送すら、長い歴史を持ちながら、現在も行われ続けている。日本の鉄道においては、その旅客輸送密度の高さゆえに、荷物輸送のためのスペース、人員、ダイヤを確保できなくなったのが実情である。客室にも、 相対的にゆとりがあり、乗車中の手荷物託送の必要性は、航空機や高速バスほどには高くないが、乗り降り、ターミナル移動時等を含めると必要性が認められることも少なくない。託送手荷物のもう一つの機能である、駅から目的地への手荷物配送についてはいくつかの取り組み事例が見られる。個別施設によるサービス提供が多いが、地域で 横断的に行われている取り組みとして注目されるものに大分県湯布市湯布院温泉の湯布院窒器がある。これは湯布院観光総合事務所が2003年7月から提供しているもので九州旅客鉄道久大本線湯布院駅前と各宿泊施設との間で手荷物託送を行う自家用車の観光地乗り入れを減らすために 鉄道の利便性を高める目的で始められ、一定の効果も認められている。名称は、国鉄時代の秩序を意識して名付けられたものとのことで、ある。2005年3月からは、神奈川県足柄下郡箱根町箱根湯本地区で、同様な手荷物託送を行う、箱根キャリーサービスが、箱根登山バスにより開始されている。また、鉄道荷物会社であった企業による、 サービス提供の例として、西日本旅客鉄道グループの JR 西日本、マルニックスが、京都、大阪両市内で提供している、キャリーサービスが挙げられる。これは、京都駅と京都市内の旅館の間、及び新大阪駅、ユニバーサルシティ駅と大阪市六区内のホテルとの間で、手荷物宅送を行うもので、旧、国鉄の地域の市内配送の名残そのものと見ることも、できる。 国鉄の小荷物営業に関連して、駅構内での荷物積み下ろし業務や、トラックによる駅からの荷物集配業務等を受託する、国鉄の関連企業があり、鉄道荷物会社と呼ばれていた。日本全国で21社存在したが、鉄道小荷物営業廃止の影響を受け、転廃業する社も生じた。存続している企業には、 JR 東日本物流、JR 西日本マルニックス等がある。2011年になって、過客混載の形で、宅配便事業者である、大和運輸関西支社が、機動事業者の京福電気鉄道と提携して、大和運輸の宅配便荷物を、京福嵐山本線の路面電車に乗せて、周配を行うシステムを開始した。同様に、佐川急便も2017年より、 北越急行と提携し、北北線列車に宅配便荷物を乗せて輸送する事業を開始している。ありがとうございます。